はい、どうも、斉藤ファクトリーです。今日はね、車のハブボルト、こちらですね、こちら、ハブボルトを5ミリだけ切ろうかなと思います。で、切る理由としましてはね、ワイトレを入れると当たると。で、今回入れるワイトレが、この25ミリのワイトレなんですけども、25ミリのワイトレを入れたときに、ここから、ボルトがね、はみ出てしまうんですよ。で、そうすると、ホイールに逃げがない場合、ホイールがね、ここに当たってしまって、ちゃんとピタッとくっつかないので、とてつもなく危険ということで、出幅がね、5ミリなので、5.5 ミリとか6ミリ切っていきたいなと思いまして。で、ホイールの逃げとは何ぞやと。で、ここでワイトレを入れた時に、まあ、新設設計のね、ホイールだと、ここの出てる分をホイール側で逃がすよっていうものがあったりするんですけども、で、そちらをまずちょっとホイールをね、見ていこうかなと思います。はい、ホイール側ですね。で、こちらがね、逃げがある側。ここに、逃げが4箇所ありまして、ここがね、止まっても、ここに逃げるよって。だ相当長いハブボルトじゃなければ当たらない逃げがあるよっていうホイールです。で、こっちがね、逃げがないタイプ。ここからビコって出てきたら、もう逃げが、これはね、114.3 のマルチなので、もう逃げがなくガンって当たっちゃうので、こういうタイプは、ハブボルトを削る、またはワイトレの使用を諦めるということをしなくてはいけません。でね、今回、ハクホイラまた、これと両方全然違うんですけども、で参考としてね、こういう風に逃げがあるやつ。でもっとかっこいいやつはね、なんかえぐられてるやつとかあるんですけど、まあそういう話は置いといて、逃げがあった場合は、切らなくていいんですけど、逃げがね、なかったので、このね、出てる分、この分ですね、を切らなくてはいけないということで、30ミリのワイトレにすればいいんですけど、30ミリにすると今度も出すぎてしまうホイールが、ということで、こちらを切ります。今回で使うものが、まあ、寸法を測るのに、この辺、ノギスとかスケールとか、そういったものを使いまして、で、切るのには、こちら、古い、汚い、ナット。こちらを入れて、長さを調整するんですけども、このね、こうやって入れると、ぴったりとね、こうやってやると、この切りすぎない余計に。あと、ネジ山を深く傷つけたりしない。ダイスセットがある方は、ダイスセットでまた新たにね、最後、切った後に、スーッと通せばいいんですけど、そういうことができない場合はね、この切る分だけこう出して、カットをすれば、こいつが守ってくれるのでね、ネジ山がズタズタにならないということで、切るときには古いのがあった方がいいと思います。で、さらにね、これだとちょっとこうカタカタしちゃうので、ウィーンってやってる間に回っちゃうと困るので、ワッシャーですね。ワッシャーを入れて、ワッシャーを入れまして、で、こいつを締めていくと。そうすると、厚みが調整できるので、こうキュッと締めた時にね、5.5 ミリ出るようになってます。これでね、だいたい出幅が揃いましたと。いうことで、これをこうやってね、測っていくと、まあカメラだとね、多分すごい見にくいと思うんですけど、これでだいたいね、6ミリぐらい出てるので、もうこの面で切ればいいよ、ということになります。で、全箇所にワッシャーを入れて、止めちゃいます。なんかカメラ持ちながらって結構やりにくいですね。固定できれば固定しときたいんですけど、ああ、これぐらいだったら持ちながらでもいいかな、という感じです。で、こうやって4箇所全部やりまして、4箇所全部これをやって、で、この砥石、サンダーの石は、ついたところがね、錆びるんですよ、ブツブツに。なので、こういったところ、特にこのブレーキのこの中とかには入らないように、こっからスパッとマスキング、養生をして、遮光帳とか、特にね、こういう給油口とかこちらに飛ばないように、しっかりと段ボールとか、なるべく燃えにくいものですね。本当は、革の、溶接するときの、なんかビラビラのやつとかあればいいんですけど、そういったものがない方はね、段ボールとかやって、それでも心配な方は周りにお水を置いといて、さらに友達にね、周りを見といてもらう。
燃えたりしてないかとか見てもらったりするのがいいかなと思います。なので養生をして全部この状態にして、養生をしてサンダー、手袋、保護メガネ等を装着し、カットしてワイトレをはめるということでね、早速やっていこうと思います。まずはね、じゃあここ4箇所やって、サンダーで切るとこまでスキップということで、スキップ。はい、したらね、今カットしてるとこはカットしたんですけど、そしたらこいつちょっと粗いやつですね。で、この辺を表面を削って少しなだらかにした後に、こいつペーパーがついたやつで、さらに仕上げでなだらかにして終了ということで、その削ってるところもカットということでね、やり終わるまでスキップします。動画の尺長くなっちゃうんでね、こういったカットしてるところとかはカットです。ではまた。はい、ということで、今全部この辺が切り終わりました。こんな感じですね。ちょっとずれてるけどご勘弁ください。ということでね、もうこの辺の養生を全部外して、で砥石がね飛んでいるので、まあ、この辺をねこう掃除をしてあげると。よし、そしたらこれを外すんですけど、バリが出たりする場合があるのでね、まあ、軍手ぐらいはした方がいいと思います。素手でねぐるぐるぐるって回して、なんか切ったりしたらねやっぱ痛いので、せめてね、まあ、軍手とか作業用の手袋とかしていただければいいんじゃないかなと思います。でね、こいつが全部緩んで最後まで戻ってくれば、ネジ山はバカになっていないだろうということでね。よいしょ、一本勝て、あ、来た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 。で、これ全部緩めて、緩めるところはね倍速かな。はい、ということでね、今緩め終わりました。緩め終わったんで、このワイトレをね早速入れてみようと思います。これでボルトの頭がね、ん、ボルト、ボルト、うん、ボルトの頭が出てこな、ん、ボルト、うん、ボルト の頭が出てこなければ OK です。ピトッて当ててね、うん、バッチリです。で、これでねワイトレを閉めちゃいます。閉める前にね、もう一回掃除して、掃除はね何度やってもいいと思います。なるべくね、こうゴミとか入らないように、まあこの時ね手切らないように気をつけてくださいね。軍手してるから大丈夫ですけど、軍手してなければ、この本当は多分ペーパーでちょっと擦ったりとか、ダイスでね修正した方がいいんだと思いますけども、まあ、修正をしないためにあいつらをね犠牲にしたので、このまま行こうかなと思います。で、ワイトレの裏もねなるべく綺麗にして、こいつを止めて全部入れてあげる。これでね、こいつが入れば、手でくるくるくるって入るようだったらネジ山は壊れてないと思いますので、これでね入れてあげて、綺麗なやつ、うん、入りましたね。あ、ということでね、今回はこんな感じで、まあ皆さんも自分でこういうのを切る場面があったらね、すごく短く切っちゃうのは良くないんですけども、こうワイトレが入るぐらいに切るのはいいのかなと思いますけども、それはね、まあネットで調べたりとか、あとはまあ車屋さんにねアドバイスをもらって、これぐらい切りたいんだけどとかっていうお話をしたりとかすればいいのかなと思います。こう実際今僕がこうくるくるくるって締めてますけど、これがね本当にくる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 あれって終わっちゃうぐらいだったら、もう全然かかってないのでナットが良くないですけど、こうやってねちゃんと締まりいっぱいね、こうぐる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 締まる長さがあれば切ってもいいんじゃないかなという感じです。なのでね、まあ、こういうのは自己判断になるんですけども、自分でね判断ができる方は切ってかっこいいホイールを履かせてみてはいかがでしょう。ね、できることならね、ホイールで面が出てくれればいいんですけど、今回ちょっとホイールで面が出しきれなかったので、ワイトレを入れる形になりましたけども、まあ、そんな感じでね、ハブボルトを切ってみたということで、
今回の動画は終わりにしようかなと思います。動画を最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。きっとね、この動画を見てる方はね、僕のチャンネル登録をしていただけてない方が多いのかなと思います。ワイトレのね、ハブボルトを切るということなので、MRS 関係ないのであれですけども、カスタムしてるね、MRS を乗っているつもりでいる YouTuber ですけども、チャンネル登録をね、できればしていただいて、ついでに高評価もしていただけたら嬉しいなと思います。ということで、ね、動画を最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。またね、次の動画でお会いできたらと思いますので、では。